楠木芽吹は勇者であるは、日本のイラストノベル作品。勇者であるシリーズの第4弾であり、テレビアニメ、結城優奈は勇者であるのスピンオフ作品である。電撃ジーズマガジン2017年8月号付録の小冊子、電撃 GS ノベルボリューム23にて、連載が開始された。著者は朱葵、朱ュ郎ロ絵は、ブンブン、企画原案。 シリーズ構成は高博が担当。結城優奈は勇者である花祝いのきらめきにおける、略称は、久米ゆ。本作の舞台となる、香川県大即町は、同県あやうた軍うたず町がモデルとなっている。神世紀300年、秋。結城優奈たち3州中学勇者部が、辺たりとして勇者に選ばれた後、選ばれなかった四国各地の勇者候補生たちは、大社により、 ゴールドタワーに集められていた。その数、三十二人。そこで彼女たちに、先森という、新しい、お役目が言い渡されるのだった。先森に与えられた、お役目は、天の神が作り変えた壁の外の調査。初任務でなんとかその、お役目を果たした者の,の重症者を出すことになり、代わりの戦力が補充されることになる。二度目の任務にて、は、バーテックスのりかに襲われ、 裏人格、雫が目覚めるも、命令を一切聞かず自分勝手な行動をとる。彼女のおかげで何とか犠牲者を出さずに済んだものの、今後の任務に支障が出るため、目吹きは指示に従うように言うも、納得できなかった雫は、目吹きと決闘をするがその末に芽吹きに敗北し、以降は命令に従うことを約束する。その後の任務でも、 完成体に近いもどきの出現もあったが、犠牲者を出さずに任務を終える。そして神官は、先森の次なる任務に、壁の外に種を植え、近畿地方へのルートを開拓する任務を与える。しかし主が発芽するには巫女によるノリトによる呼びかけが、必要でそれは巫女を、結界の外に連れ出すという危険な任務だった。さらにその任務が勇者への露払いであることを悟った、目吹は、 荒れてしまうも言うが子は、調査も、人知設営も大事な任務と悟したことで収まる。そして、アヤの前向きな気持ちを聞いた目吹きは彼女を必ず守る、決心を固めた。そして新たな任務で何とか植物を発芽させ、道を開くことに成功。しかしスコーピオンバーテックスに遭遇してしまい、死者こそ出なかったものの負傷者を多数出してしまう。その鉱壁の外の炎によって、 軽度のやけどを負った目吹きたちは入院することとなった。退院後、目吹きは周囲の先森たちから先森たちにとっての勇者として慕われていくようになり、目吹き自身もまた仲間たちとの絆を深め自分たちのやってきたことが無駄ではなかったことを知ったのであった。そんな中、天の神は統合尾森が壁を破壊したこと、大社が反行計画を進めていたことに起こり壁の外の 温度を上昇させていた。神官は、神樹が作った壁は、四国を守る防御結界であると同時に、四国の外に出ないという、制約の象徴でもあったことを語り、天の神が地上に権限しようとしている、可能性を告げる。さらに、すでに神樹の寿命は、尽きようとしていることが明かされた。天の神の怒りを鎮めるため、西暦の終わりにも、行われた天の神に許しを請う。 笹火祭りの生贄に、あやたち六人の巫女が選ばれ、目吹きたちはこれに反発。打開策を考えるも、案を見出せないまま壁の外で植えてきた、種の回収任務を言い渡される。任務終了後、笹火祭りの生贄に勇者と、巫女双方の素質を持つ美森が壁を破壊した責任を取る形で、自ら志願したことで、あやたち六人が死を免れたことが伝えられ、芽吹きに、 勇者の予備人員候補として話を持ちかけられるが、犠牲を前提とする大社のやり方に納得が、いかなかった目吹きは先盛りを続けることを選び、犠牲を前提としないやり方を見つけることを決意する。こうして目吹きたちの物語は幕を下ろし、以降は、結城優菜は勇者である勇者の小マイナスへと、続いていく。担当声優は、テレビアニメ、結城優菜は勇者である大満開の小マイナス。 ドラマ CD 版および、ゲーム、勇気優うは勇者である花ゆわいのきらめきで共通。年齢は、設定画集より。2017年12月16日発売。ISBN 978から4から04から89万3501から、に2 0 1 8年2月9日発売。BRCG-992018 年6月29日発売。 b r c g 9十二2 0 2 1年10月から放送中の、結城優奈は勇者である大満開の小マイナスの第二話より、くすのきめぶきたちの物語が描かれる。ワシオス・ミは勇者である。イラストノベル、結城優奈は勇者である。テレビアニメ、のぎわかばは勇者である。イラストノベル、くすのきめぶきは勇者である。イラストノベル、結城優奈は勇者である花祝いのきらめき。 スマートフォンおよび PC ブラウザ用ゲーム。ありがとうございます。